猫を飼ってると飼い主も似るもんさ。なに、戻ってきたのは気まぐれだって言いたいの？お前がいい話で終わらせるわけがねえ。そこまでベアトリーチが憎いか。私が勝ち逃げなんて許すと思う？私に敗北の屈辱を味わわせてくれた分、たっぷりとお返しをしないとね。私、根に持つと100年は忘れないわよ。根のクレイヤーツだ。私の心をないがしろにしないでほしいわね。大丈夫か、リオ。どうした？おい。胸が痛いんです。これは。自分の運命をね。リオ、しっかりしろ。くそ、鎖か。なに、連れて逃げる気？逃がさないわよ。リオンが血を吐いて、あまたの世界すべてに希望がないことを絶望して、もだえながら死ぬところを、今からみんなで鑑賞して楽しむんだから。リオンは見せ物じゃねえ。私の遊びを邪魔するな。てめえは神じゃねえ。できるのは運命を嘲笑うことだけだ。リオンの運命はリオンが決める。人間の運命をおもちゃにするんじゃねえ。元老院の魔女、この大ベルンカステルによくそれだけのことを言えたわ。リオンだけじゃなく、あんたの用済みなのよ。ベアとのファンタジーをミステリーだと断言してぶった切ってくれた。あんたの役目はそれでおしまい。おとなしく帰っていれば、それで見逃してやったのに。のこのこと戻ってきたからには、私のおもちゃにされても文句は言えないわね。おいでなさい。私の可愛い子猫たち。みんなでガリガリと引っかいて、綺麗に生皮を剥いてあげてちょうだい。ブドウの皮をつるんとひんむくみたいにね。猫の爪切りなら慣れてる。リオン、しっかりしろ。お前は撃たれてなんかいねえ。撃たれたことを、いや、撃たれることを認めるんじゃねえ。